いや、もうあのピアノです。サプライズありました。少しだけお時間。想定全くしてなかったですし、彼がしそうにないことばっかり信じられなかったですし、すいません。白姿を見た時にすごく安心感があって、この人と今日迎えられてよかったなってすごく思いました。ドラマみたいな感じだったんで、ちょっと現実かどうかは分かんないぐらい綺麗でした。今日はこのような場で思う存分皆さんの笑う顔が見たいなと思っております。やばい。本当に浩二君なくしては今のお店って成長もないし、ここまで順調に来れたことは本当浩二君のおかげで、すごく僕も今感謝してるし、これからもよろしくお願いします。美容師って結構自分の腕で世界中どこでもやっていけるし、まあ、その人が友達とかその会った人に、まあ、褒められてほしいなと思って、綺麗になったねとか言われてほしいなと思ってやってます。すごい綺麗な海とか空の下で知ってる人がいっぱいいて、その時一番そう気持ちが上がりました。ご家族の皆様、これからサキさんと共にお父さんとお母さんのような明るい夫婦になることを誓います。いつも支えてくださり誠にありがとうございます。ふるさとである愛知から来ていただいたご友人の皆様、ご家族の皆様、浩二さんが本当に大切にしてきた皆さんのことを私も一生大切にします。そして毎年必ず愛知に遊びに行きます。私が音楽をやっていた理由も、教師として音楽を教えている時も、目に見えないものでこう伝える力っていうものをすごく私は信じてるし、人生の節目節目で強く伝えたい時には音楽を使うように今までもしてきて、今まで育ててくれた野中パパにピアノの演奏で感謝を伝えたいと思います。サプライズありました。それ思いついて、まあ、すぐこう教室を探したんです。最初はもう片手で弾くこともできなかったんですけど、ムーンリバーっていう曲が大事な曲で、それを目の前でが流れてきて、それを彼が弾いてるのが信じられなくて、人生で一番嬉しかったってずっと言うと思います。幸せだなと思います。
ごくお互いの足りないところをお互いが持っているので、パズルのピースがすごくハマっているというか、この形をずっとつなげていきたいなと思っています。今回の結婚式、本当に最後になりました。一回やっぱ延期になってるんで、二人で葛藤があったんですけれども、でもそれでも望んでくれる家族がいて、来てくれるゲストがあれだけたくさんいて、今では良かったと確信しています、感謝の気持ちしかないです。なかったです。ウイルスとかも全て超えてなんか人と人がすごくつながれた、そういう時間になったなって、それってなんかすごく尊いなって感じました。本日は誠にありがとうございました。